西部警察マシン RS-1 を作る26、27、28、29、定期購読便がやってきました。今回お盆で遅れてたのか、ちょっと4冊届くのが遅れました。それでは早速26号から作っていきたいと思います。26号はフロントロアーム、オイルパンとフロントロアームですねの取り付け、オイルパンとこれ細かいボルトが14個、あとはロアームですね、ロアームの取り付けをして今回は完成で、次号はリンクとフロントナックル左の取り付け。それでは26号スタートします。これがドレンボルトで、細かいネジを14個切っていかなきゃいけないやつですね。これ向きがあるようです。向きがあるので注意してください。ドレンボルトをつけました。でここから細かいボルトを14個、これは細かいです。はい、これで14個つけました。もう正直全然見えません。これボルト14個、きつかったです。で今度はエンジンにこのオイルパンをつけるんですが、接着しませんって指示になってるんですよね。なんでですかね、接着した方がいいような気はするんですけれども、サージタンクがこの向きに対してこうですね、接着しない理由がちょっとわからないんですが、あ、まあしっかりカチッとはまってます。はい、でバランスが悪くなったんですけど、今後のこいつがあるとうまく立つらしいです。今回のこれですね、これにオイルパンを入れてこうしとくとエンジンのスタンドになります。で続いてロアームですね、ロアームの取り付け、 R と L、 R と L があります。まず R から、 R のこいつにこのピンを差し込むんですよね。差し込んでここですよね、ここにはめ込んで、この穴ですね、この穴にネジを通すわけですよね。ここを通して、これネジロックとかあるといいですね。続いて L の方ですね、 L の方も同じようにピンを通して、はい、以上ですね。これまたワンセット余ります。ロアームの取り付けとこのオイルパンですね。
以上で26号は完成です。